名倉です。今日はですね、小さな習慣という話をしたいなというふうに思います。俺は常日頃からですね、ルーティン化が全てだという話をしています。ルーティン化が全てだっていうのはどういうことかっていうと、結局ですね、人生においては、続けること、続けたこと以外成果出ないんだよね。これって本当に真理じゃん。なんか意外とね、俺も46になって、改めて思うとやっぱりこれしかないんだよね。続けること、続けたこと以外、成果が出ないと。だとするならば、続けられないことって全くの無駄なんだよ。っていうことはね、僕らが何か人生で成果を出したいとか、何か人生を変えたいとか、ね、何らかのきっかけを作りたいとかって思ったら、続けることを自分の生活の中に導入しなければいけない。っていうことは何かっていうと、簡単に言えば、人生を変えようと思えば、ルーティン、新たなルーティンを自分の人生の中に取り組まなきゃいけないということになるわけだ。で、そんな中でね、じゃあどういうルーティンを入れるのと、よくね、俺は朝早起きをしろという。これは何かっていうと、なんでね、早起きかっていうと、そもそも論として何らかのね、ルーティン、新しいルーティンを入れようと思った時に、今までの生活の中にどこかにスペースを作んない限り、新しいルーティンなんか絶対入んないんだよ。だからそう考えた時にね、そうすると何かをやめなければルーティン入んない。新しいルーティンを入れる余地がないわけ。だとしたら、朝のちょっとした睡眠をやめる、例えばじゃあ1時間早く起きるってことはどういうことかっていうと、朝、1時間寝てた分を捨てるということになるわけだ。で、それによって新しいスペースが生まれる。そしてそこのスペースが生まれたことによって、そこに何のルーティンを入れるかということになるわけだ。で、俺はね、よく言うのは、もし、やることが決まってないというんであれば、この朝のね、早起きした分の時間にですね、読書を入れた方がいいんじゃないのという話をしたりとかします。でもこれは本当に最低ラインの話ね。最低ラインってどういうことかっていうと、本当にない人、やりたいことがない人、何をやったらいいかわからない人は朝早く起きて本を読むのがいいんじゃないかということで、必ずしもね、これをやるべきだという話じゃない。別に朝早く起きなくてもいいのかもしれない。そのね、自分の今までのペースの中で無駄な時間をがあると、その無駄な時間を捨てて、その中にスペースをね、取り込めるんであれば、それはね、それでいいと思います。そんな中で、じゃあどういう習慣を身につければいいか、どういうルーティンを入れればいいかっていった時に、なるべく小さいものから始めた方がいいよというアドバイスをね、今日はしたいなというふうに思います。これなんでかっていうと、最初に言った通り、続けることが全てなんですよ。別に大きいことをやることがいいことじゃなくて、続けることが全て。例えばじゃあ筋トレやったことない人がね、いきなり腕立て50回を毎日やろうとか、1日目は気合でできるかもしれない、1日目はモチベーションでできるかもしれない、で2日目ももしかしたらできるかもしれない、じゃあ3日目なんとなく嫌だな、気分が乗らないなって言った時、50回できるか、できないと思うよ俺は。だったら腕立て10回から始めるべきだっていうふうに思うわけ。とにかく続けることね、続けること以外ね、成果出ないんだから、ね、だから続けること、続けられることっていうのを選ぶ。そう考えた時にですね、小さいものから始めるっていうのはもう基本中の基本だなと思うわけ。じゃあなんでね、この小さいものだと続くのかっていうと、結局人間っていうのは感情に振り回される生き物なわけ。その時に、じゃあ今日は気分が乗らないとかもあるし、社会人になって仕事してればね、忙しい日もあるかもしれない、疲れてしまう日もあるかもしれない。その時に人間は何をやるかっていうと、例外を作ってしまうわけだよ。その例外を作る。じゃあ例外を作ってしまう。じゃあ一日例外を作った。そしたら何が起きる？もう一回また例外が起きますよ。もう一回例外が起きる。そしてもう一回例外が起きたら何が起きる？最終的にはそのルーティンはなくなります。そうやって俺ら凡人っていうのは今まで生きてきたんじゃないのかなと思うわけ。わかる？俺たち凡人っていうのはそうやって生きてきた。そうやっていろんなね、続けることをやめてきた。その結果、今があるわけ。簡単に言えばさ、今現在の自分っていうのは、これ厳しい言い方をするかもしれない。ことになるけど、今までの自分の生活、過去の自分が今のを作ってるわけ、ね、過去自分がやってきたことが今を作ってるわけだから、今いまいちだなっていうふうに思ってる人は、いまいちな過去をやってきた、簡単に言えば続けることをやってこなかった、もうただそれだけ、で人生を変えたければ今を変えれば未来は変わるわけ。わかる？だから俺が言った過去をね、のせいで今があるっていうのは別に悲観的なことじゃなくて、逆を言えば今変えれば未来が、あるということ。だから今からね、皆さんがやらなきゃいけないのは、未来に向かって何らかの新しいルーティンを作ること。その時のヒントっていうのが、今言った小さなものから始めようという話になります、ね、今日の話のまとめとしては何かっていうと、新しいルーティンを入れましょうと。新しいルーティン、それが未来につながるルーティンだったらなおさらいいと。そんな中で新しいルーティンを作るためには、まず第一段階としてはスペースを作る。自分の生活の中にスペースを作る。で、それがもし厳しかったら、朝早起きすることでスペースを作るということをやりましょうということ。そしてそこに入れるルーティンはなるべく小さい方がいいよということ。なるべく小さくなければ続かないからです。で、小さいルーティンを入れると。
でその結果例外を作んないで、毎日やり続けるってことね、うん、でまあ俺がよく話すようにまず最初の関門は90日間です。まあ俺自身も禁酒をして最初の90日間っていうのは非常に苦しかった、まあ、苦しかったというか、まあ、非常にね酒が飲みたくなって、こんなに自分って酒なんかを自分の体が欲してたかっていうのを知らなかったぐらい、気づかなかったぐらい酒をね欲してました、うん、ただその90日を突破したらだいぶ楽になる。そして180日ですね、半年、約半年を超えた時に、そのルーティンはですね完全に自分の生活の中に溶け込みます、うん、だから逆を言うとそれをやらないと、むしろ気持ち悪くなる。だから禁酒の場合だったらね、お酒を飲むことによって気持ち悪くなったりとかする。だからお酒飲みたくて思わなくなるわけです。うん、だから俺は180日超えた後はですね、時々一杯程度飲んだりとかしますが、もうその後ねもう一回酒飲みに自分が戻るとは到底思えないわけです。なので90日180日っていうね第一関門第二関門があります。そのためにも小さな習慣から始めるということです。で多くの人がね自分の意思とか自分のモチベーションを信じすぎ、モチベーションで何かやってもしょうがない、意思で何かやってもしょうがない、それ続かねえから、うん、だから俺はよくね話すじゃん、自分のことなんか信じない方がいいよと。俺は自分のこと大嫌いというか、まあ、全然信じてないわけ、自分という人間を、うん、だから俺はその意思をね、全く信じてないから、じゃあ小さな習慣を入れようとか、ね、環境をどうにかしようとかっていう話をよくしてます、ということでですね、今日は小さな習慣から始めようということで、人生を変えるための新しいね、ルーティンを自分の人生に取り組むためには小さいものからなるべく始める、そしてその大前提となるのは続けれるものしか結果が出ないんだっていうのを何度もね頭に叩き込んでもらいたいなというふうに思います。引き続きですね LINE に登録してくれたりとかメルマガに登録してくれたらプレゼント差し上げてます。さらにですねメルマガなんかも、特にね力入れて時々長いやつを、ね、送ってます、長いメルマガっていうタイトルでですね皆さんに送ってますんで、ぜひねそちらも、見ていただければなというふうに思います。ということで次回お会いしましょう。